ある意味特異的な品質でよく枝は出るけどやたら強くなったりすることがありますので、その辺はよく消臭して剪定にやっていただきたいですし、それからこちらの方に行った時にちょっと私最初お話をしたんですけども、この木というかこの畑の樹勢って強いのか弱いのか適当なのかっていうのをぜひ最初に剪定に入る前に確認をしてください。で、さっきも切り返し3年くらいですね、あの樹勢っていうのは実は冬の剪定の時見ただけでわからないケースが多いです。ですので皆さん、生育期に果実性がなっている状態で樹勢がどうなのかっていうのをぜひそれぞれその畑で確認をしてください。でそれを剪定に出してもらいたいということをぜひやってください。ですからどこかメモかなんか残してどこどこの畑は今年ちょっと木弱いねとか強いねとか、それなんて判断するか、ちょっと葉っぱの色とか葉っぱの色とか来年につながっているのかなと思いますので、よろしくお願いします。